はい、どうもこんにちは。今回はね、この間沖永良部島で取ってきた幼虫がぼちぼち成虫になってきてますんで、ボトルから掘り出していこうと思います。まあ、F0 の幼虫なんでね、サイズとか特に考えず、とにかく無事に浮かしてほしいんで、800の発酵マットで作ってますけど、どうだろうな。まあ、沖永良部島だから平高のこぎりかっていうところですけどね、根っこの部分から出してるんで、どうだろうな。よいしょ、頑張った。はい、これはどっちだろう。平田ですね。沖永良部平田。35mm。沖永良部平田35mm です。これもそうですね。沖永良部島で取ってきたやつですけど。平田かノコギリか、どっちだろう。さっきの平田だったけど、発酵マットで作ってんな。よいしょ。あれ、どこ行った。分からんなと思った。これやろ、ここやろ。あ、平田やな、やっぱりな。よいしょ。36ぐらいか。36ですね。はい、沖永良部平田のメスでした。これはどうだろうな。また平田かな。沖永良部平田かな。よいしょ。ガバッと。ああ、ついてもた。おい、やっぱり平田っぽいよな、これ。どっちや。平田でしたね。平田やね。33 OK です。これはどっちだろう。平田かな。よいしょ。まあ一本仕上げでね、簡単にやってますけど。おえ、ああ。これはどうだろう。よいしょ。これは。平田やな。まあ、結構でかいやん。38とかその辺ちゃう。そんなないか。あれあれあれ。35やな。ほい、平田でした。沖永良部平田が連発してます。また平田だろうな、この流れでは。沖永良部平田ばっかりになってる。
沖永良部島ね、行ってきたんですけど、いいとこですよ。何にもないけど、静かでね。港のそばの一泊、2700円ぐらいのとこ泊まったかな。素泊まりで。で、まあなんか、午前中だけ蒸し取りするんですけど、お昼に、近くの魚屋行って、ヨレヨレのおばあちゃんが一人でやってるんだけど、マグロ買ってきて食べてましたね。よいしょ。これはもうやっぱ平田か。まあいいんだけどね、平田は平田で好きな虫だから、それを取りに行っとるわけでね。目的には劣るけど、33ぐらいにしとこうか。34やな。これはもう完全に沖永良部平田ですね。まあ、多分倒木とか地面の上から出てきた幼虫なんでしょうけど、そんなとこノコギリ入らないから。よいしょ。ここにいんや、これ。ここか。よいしょ。どうやろうな。平田やね。34ギリ。こんな感じです。沖永良部平田連発してます。今回はこちらのボトルで最後ですけど、これは何だろうな。沖永良部平田でラベル売ってますけど、メスばっかりですね、今回ね。まあ、ちょっと早めに浮かしてきたメスを追ってる感じかな。まあ何でもいいんだけど。あ、オスじゃん。やったーやったー。沖永良部平田のオスでしたね。よいしょ。これはどうや。かわいらしいサイズやね。54。沖永良部平田の特徴っていうのはね、この内歯の裏側にね、その毛が生えるんですよ。金色の毛がね、ふさふさっと生えるんですよね。ちょっと映ってますけど、こんな感じでね。金色の毛が、ふさっと生える。これが沖永良部平田の特徴ですね。今回、こんな感じです。ご視聴いただきまして。ありがとうございました。またよろしくお願いします。それでは、失礼いたします。すいませんでした。